経山考慮図、北総、半広総春図、北総、各広し山水画は中国で発達した絵画のジャンルである。現実の景色の再現を意図した作品もあるが、型による山岳樹木岩石河川などの典型を再構成した想像された景色が多い。新鮮や霊獣の住処かとしての山水表現は新漢時代から盛んであった。 大山での宝泉をはじめとする山岳信仰は現在まで中国人の精神に潜み山水画が成立した原因の一つになっている。東心の子返しのが雲大山巻竜宗の葬儀の絵河山水上によると霊地である名山を描いたり山水画を鑑賞したりする習慣は4世紀には成立していたようである。ただ、 描写技術が進み独立した主題として愛好されるようになったのは8世紀の後ミチ子が山水の変と呼ばれる改革を行ってからのようである。豚甲石窟の仏画の背景、発掘された母室壁がある程度信頼できる模写本などから推定すると4世紀から7世紀の山水表現は人は山より大きく樹木は櫛の葉のようだという水準だったようだ。 建築物と共に破壊されがちな壁画が中心であった、いもあって、当町の本格的な山水画は何も残っていないので、焦燥院にある工芸的な作品や仏教絵画の背景としての山岳、東部壁画の一部を通して推測するしかない。古代北宗時代には、慶広氏、桃源、巨前、李性、範弘氏、各広氏など、その後千年間古典とされた山水画専門、 または、山水画で有名な巨匠たちが輩出し、従来、絵画の本流だった人物がをしのぐ状況となった。文人官僚が干渉する絵画として、山水画が商用され、当時の指導的文化人たちが批評を書き、画家の社会的地位が上昇し、名画は高価で売買されていた。宮廷でエリートが集まる官民員の壁画が山水画であったのは象徴的である。 当時代以前の宮殿の壁画は、聖人君子、後進たちの肖像、教訓的逸話など人物画が中心であったからである。作品としては、半広氏、経山考慮図、各広氏、宋春図、巨前、経山乱尺図がある。北宋時代の山水画は巨大な自然と微小な人事の対象を強調した作品が多い。南宋時代には、 絵の中の人物が山水を鑑賞するという設定の作品が多くなり、また山岳を画面の一部にして空白部分を多く取る作品が出てくる。バエン、夏イが有名画家である。14世紀、元時代、専門画家ではない文人によって制作される山水画という理念が成長した。元松四大家とされる黄金文字、クレーチン、ケウンリン、オウモウの四画家は、 それぞれ特色のある様式を確立しただけではなく、非職業的画家、アマチュア画家が学ぶべき山水画の様式を現実の作品として創造し、後世に絶大な影響を与えた。特に、芸雲林は新章風景としての山水画を明確に提示した。資本水木単祭という技術的に容易でアマチュアにも近づきやすい手法も確立した。明治時代では、 南宋時代の画風を受け継いだ画家が主に北京の宮廷に奉仕して流派を形成した。石膏省出身の画家が多かったので、節派と言われる。はじめ神、デザインなどが有名である。一方、元松四大化の画風を発展させた官僚予備軍や学者からなる蘇州の画家たちも、陳天音に学んだ文長名を中心に流派を作っており、呉派と呼ばれる。は、 蘇州の米である。画家として、陳甘音、文潮名、文潮名の子素家や弟子たちが作品を残している。阿だえ、とうとら、修身は、蘇州で、文潮名グループと交流していたが画風がやや、異なりインパと呼ばれている。ロザ露山間爆ズ新書期、石刀、千億白古建諸造名、清史時代を通じ大量の山水画が制作されたが、17世紀、万歴、 後期時代には変化に富む作品が制作された。その後20世紀までは停滞期であり特色のない作品が多くなった。編集工学研究所所長の松岡聖光は中国の山水館一番のルーツになるのは新鮮という考え方である。当然そこには幻想動物の竜や鳳凰がいる場合もあれば水そのものが生命の塩源,源という感覚があってそれが 全の日本へのトライと共に一緒にやってきたと語る。授業や石につく苔などの描画方法。スケアザ店、古商店、喫茶店、松葉点などの種類があるが、分類方法は人によって異なり、また名称も異なる場合がある。樹脂は混ずりつみき、みきから描く。これには、上から下へ筆を運ぶ方法、下から上へ筆を運ぶ方法がある。前者は描きやすく、 後者は樹木の成長の点から見て理にかなっている病法である。次に初枝、枝をつけ、最後に様々な点法を用いて、樹木の種類に応じた葉を加え、輪郭を描くものを教養と呼ぶ。枝の描き方には、数の枝画法、実爪枝画法、ロ根法などがある。シワとは、シワやひだのこと。水木により、岩石の脈りや骨格、 陰陽教配を表現する。五代の頃から従来の輪郭と墨や彩色の濃淡によって採用を示すのではなく、骨法を用いてシワを描き洋書に筆を加えて立体感を増し、染めして質感を補強することが考案された。シワ法に各描画方法についての記述がある。山水画の中に数多く登場する漁師は文人の憧れる存在として、 次のような意味を持つ。ABC 福本正一、中国絵画主芸文書院、2007年4月、125ページ。ISBN 9長7849億782万3313。宮崎の子、課長、山水画を読み解く中国絵画の意味、角川書店、2003年。ISBN 4から04から70万2124から5。 ありがとうございます。